皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、巷で流行りの重曹とクエン酸についてお話ししたいと思います。重曹とクエン酸を飲んだらアンチエイジングにもなるし、疲労も回復するし、もう全てがオールオッケーみたいなやつ聞いたことありませんか？実はこれ医者から見たらおっと思うことがたくさんあるんです。ということで今日はその重曹とクエン酸の秘密についてお話ししたいと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。まずですね、重曹とクエン酸で、YouTube 検索していくと、疲労回復、脂肪燃焼、美肌、病気予防みたいな素晴らしいことが書かれているものが多いんですね。結構ね、今だったらな、結構ナチュラル志向の方も多いので、お掃除をするときに重曹でね、綺麗にしましょうなんていうところもあると思うんですが、重曹ってそもそも皆さん何だと思いますか？重曹って何かっていうと、炭酸水素ナトリウムというものになります。別にこれを肌に塗ったりとか飲むっていうことで何かが悪くなるっていうことは正直あんまりないと思います。理科の時間に習ったと思うんですが、酸性中性アルカリ性っていうものがあって、炭酸水素ナトリウムって何かというとアルカリのものになります。体っていうのは pH が 7.3 から2ぐらいの間で弱アルカリぐらいなんですね。なんですが、体が酸性に傾いていくと、病気になったりするので、炭酸水素ナトリウムである重曹を体に入れることによってアルカリになって体が良くなるみたいなことを言うんですけれども、確かに炭酸水素ナトリウムっていうのはアルカリ性になっています。ただ私たちの体っていうのは、酸性のものをたくさん食べたからといって体が酸性に傾くっていうのは通常の健康体の人ではありえないです。なぜかっていうと、腎臓だったりとか肺でですね、体の中の pH をすごく綿密に調整してるんですね。呼吸をして CO2 を出したりとか、あとは腎臓で排出したりとかすることによって pH が 7.2 から 7.3 ぐらいになるようにしてるんですよ。だから腎臓が悪いとか肺がちょっとおかしいとかっていう方じゃなければ、この pH がアルカリから酸性にすごく傾くっていうことはそもそもまずないっていうところを押さえておいていただきたいんですね。なので体を酸性にしないようにアルカリの食事を食べようっていうこと自体は悪いわけではないんですけど、そんなに意味はないかなっていうふうに思います。ただ、いや、私はその重曹を飲んでるとすごくね、体が楽になりますっていう方はですね、理にかなってると思うんですね。なぜかっていうと、例えば重曹を飲むっていう時にどこを通るかっていうと、胃を通って腎臓から出ていくわけなんですけれども、胃の中には何があると思いますか？胃酸があるんですよ。胃酸っていうのは酸性なんですね。例えば胃酸が多く分泌されている方だったりとか、逆流性食道炎の方っていうのが炭酸水素ナトリウムを飲むことによって中和されるんですよ。胃酸ってすっごく強力なので、全部が中和されるというよりは一部が中和されたりとか、胃のムカムカだったりみたいなものがすっきりするっていうことはあり得ると思います。なので重曹を飲んでて体がちょっと楽になるっていう人は胃の不調だったりが隠れてるかもしれないんですね。なのでそういう人は重曹を飲むっていうよりは、ぜひ胃カメラを飲んでいただいて、病気がないかとか、あとはピロリ菌の検査をして胃の不調がねないかっていうことを絶対に調べていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。重曹自体は根本的な解決にはなってないんですね。なんか漫然とそれを飲んでなんかすっきりしたから楽になってるっていうと落とし穴になる可能性があるので、それは気をつけてください。もう一つ、腎臓に最終的には行くんですが、例えば痛風がある方っていうのは腎臓で腎結石っていうものができやすくなるんですね。あとは尿路結石とかができやすくなります。アルカリである重曹を飲むことによってその結石ができにくいっていうことはあります。ただこれも全員ではなくて、要は尿酸値が高い人だったりとか、一度でも尿路結石とかができた方だったら飲む必要はあると思うんですが、全員が飲む必要は正直ないのかなというふうに思います。あともう一つはクエン酸ですね。重曹と一緒に飲む場合、もしくは単独で飲む場合っていうところがあると思うんですが、まず一緒に飲む場合なんですが、重曹をね一回ね飲んだことがある人って分かると思うんですが、あんま美味しくないんですよ。重曹にクエン酸を入れると何が起こるかっていうと、クエン酸っていうのは酸じゃないですか。重曹っていうのはアルカリなので、それが一緒になることによって発泡するような感じになります。昔実験でやったことあると思うんですが、重曹とクエン酸って一緒に入れるとですね、レモン酢
ソーダっぽい味になるんですよ。そこにちょっと例えば蜂蜜とかって入れるとラムネみたいなちょっと美味しくなるんですね。なので重曹を飲みたくて飲みやすくしたいっていうようであればクエン酸を入れるのは一つ手かなとは思うんですが、クエン酸自体の健康効果って何かっていうと疲労回復っていうところは あると思います。なので、まあ、クエン酸を、まあ、疲れている時だったりとか重労働する前っていう時に飲むのはいいとは思うんですが、クエン酸っていうのは酸なので多く飲みすぎてしまうと胃腸に負荷をかけてしまうっていうところがあるので、そこは気をつけていただきたいなっていうところはあります。重曹の話に戻るんですが、もう一つ気をつけていただきたいところがあって、重曹っていうのは炭酸水素ナトリウムといって塩分、まあ、お塩を含んでいます。重曹 1g に対して塩分が 0.7g 入ってるっていうふうに言われているんですね。飲んだことある人が分かると思うんですが、ちょっと苦味プラス塩っぽい味もするので、自分は塩分取ってるつもりはなくてもちょっとずつ飲んでることで塩分過多になる可能性っていうことが多いんですね。どういう栄養成分をいっぱい取ると疾患になるかっていうことで、一番悪いって言われてるのは動物性の脂肪なんですね。動物性の脂肪を食べることによってやっぱり疾患の発病率が高まるっていうことがあるんですが、次はやっぱり塩分なんですよ。塩分を少なくしたからいいわけではないんですけど、過剰に取るのは高血圧とかいろんなね疾患の元になるっていうふうに言われてるので、過剰に取るとやっぱりあんま良くないので気をつけていただきたいなと思います。じゃあ重曹悪いことだけかっていうとそうではなくて、例えばお肌とかにつけるとですね、肌ってやっぱりちょっと弱酸性になってるんですね。そこにアルカリである重曹がつけることによってピーリング効果みたいな感じがあるので、重曹をね手につけたりとかすると結構ツルツルになるんですよ。なのでお風呂に重曹を入れるとちょっとねお肌がツルツルになるっていう効果もありますし、ムカムカを抑えたいっていう時にはいいんじゃないかなとは思うので、それだけに過信をして重曹とまあクエン酸をね混ぜると何でも良くなるっていうわけではないんですけれども、ある一定の効果はあるんじゃないかなと思うんですが、それ以上でもそれ以下でもないし、さっき言ったみたいにそれで大丈夫になったからといって、まあ、胃の検査をしてなかったりとか塩分の取りすぎになってるっていうこともあり得るので、一度重曹とクエン酸っていうのをフラットに考えて、別に私は重曹とクエン酸がダメって言ってるわけじゃなくて、重曹とクエン酸っていうのはこういう風にの体に働きますよっていうお話をしたので、どうしてそれが心地いいと思ってるのか、その裏には何が隠されてるのかなっていうふうに思って、自分が重曹を飲んで特に何も感じてないんだったら別に必要性はないのかもしれないし、いいなと思っていてももしかしたらその胃のね病気が隠れてるかもしれないので、そういったところは一回検査してみたりっていうところをやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。あともう一つですね、重曹とかがやっぱがんとかそういったものを抑えるみたいなものがまことしやかに結構 SNS 上で言われているんですけれども、残念ながら今のところそういうエビデンスはないんですね。やっぱりがんっていうのはセンシティブな問題なので盲信しないようにしていただけるといいのかなと思いますし、健康の一つの考えとして入れる分にはいいんですけど、何かの治療になるとかそういったことではないので気をつけていただければいいかなというふうに思います。まとめるとクエン酸も重曹もですね悪いものではないんですね。なので、まあ、少量とかだったらまあいいんじゃないかなとは思うんですけれども、やっぱり大量に飲みすぎてしまうとやっぱり体に負担だったりとか、あとはこればっかりを盲信しているともしかしたら裏に隠された害っていうところもあるんじゃないかなということになりますので、何事もほどほどにっていう形でお願いします。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではですね月額90円でメンバーシップを始めています。メンバーシップでは毎週水曜日にメンバー限定の YouTube ライブをしていて、そこでは美容や健康だったり化粧品の最新のトレンドなどについて詳しくお話ししています。水曜日で見れないよという方もですね会員限定のアーカイブが残っておりますので、ぜひメンバーシップ入っていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。